いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はアーキキャットでですね、オブジェクトを置いた時に、ここにこのスラブの上に置きたいのに、なんかちょっと高いところにあるとかいう、そういう経験ありませんか？そういう人に向けてですね、一発で置いたらすぐ絶対そのスラブに置ける方法っていうものを解説していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでアーキキャットの方やってまいりましたけども、これね、まあ2年生の時に設計したものなんですけど、このこいつね、まあよく見たらこんな感じでスキップフロアになってるんですね。スキップフロアになっていますんで、さっき言ったみたいにここに置いたのにちょっと上にあるみたいな、そういったことが結構あるんですよ。だからそれを解消していきたいと思います。はい、まずですけども、何で解消するのかと言われましたら、まずオブジェクトとか置きますよね。はい、じゃあ今回これソファーを置きたいとしますね。この竹ソファー、じゃあ置いてみましょう。竹ソファーを置くときに、これ何も考えずやりますね。ここにパッと置きます。で 3D 見ましょう。 3D 見ました。あ、見てください、もうこれです。これ2階にパッて置いてるのに、ほんまはここに置いてほしい、このスラブ上に置いてほしいのに、この上に乗っちゃってる。まあそんな感じで今なっちゃってますよね。まあそれめちゃくちゃうざいじゃないですか。もうほんまにうざいんで消します。1回これね、やりたいときは先ほどのオブジェクトを持ちました。この状態でですね、これ吸引っていうのがあります。でこれを押したらスラブに吸引とかいろいろあります。だからこれを押しまして、押してクリック、はい、見てください、気持ちいい。こんな感じで、あの思った通り、まあ感覚ではないですけど、その置いたやつより下だったらですね、そのスラブに吸引されるようにギュンと落ちていってくれるんですね。で今みたいな感じで、これ屋根にもシェルにもメッシュにもいろいろできますので、まあ、こちらをいろいろ使ってやっていただければいいのかなと思います。まあ、今回結構最速ぐらいで早いんですけども、もうこれ以上解説することないんで終わりにします。はい、いかがだったでしょうか。今回結構最速ですよね。僕の動画史上一番早いと思います。なんですが、これ多分このワンクリックしてるかしてないかだけでストレスがすんごい変わるので、これを本当に覚えておいてください。で友達にも教えてあげて、僕のチャンネルも教えてください。ということで、この動画も高評価よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。